島津家久が行く戦国時代の旅。現代の人々はとても旅好きです。飛行機や新幹線など発達した交通網のおかげで日本全国どこでも簡単に行けますし、宿泊施設も充実していますよね。一方、戦国時代へ目を転じてみると、それはもう大変なことでした。乱世とあって危険と隣り合わせ、しかも恐ろしいほど時間がかかります。そんな環境の中、薩摩から堺、京、伊勢へ旅した人物がいました。それが島津4兄弟の抜兵、島津家久です。彼は中書家久公五条京日記という旅行記を残しており、そこには克明な旅の記録が綴られています。家久がどんな痛快な旅をしたのか、時系列を追いながら紹介したいと思います。旅の始まりから酒浸りだった家久。島津氏は元亀元年1570年に薩摩半島全域を支配下に収めると、元亀3年1572年には木崎原で伊東勢を撃破。続いて根締氏や肝付氏を屈服させたことで大隅を我が物にしました。さらに日向へ矛先を向けることで、いよいよ三州統一を目前にしています。そんな最中にあった天正3年1575年、当主島津義久の抜兵である家久にある役目が与えられました。それは三州統一を祈願するため伊勢神宮へ参拝せよというもの。家久は聖母の身分が低かったことから城すら与えられず、部屋住み同然。そんな身軽さを買われたのでしょう。さて、一旦所領へ戻る許可を得た家久は2月8日に櫛木野へ入りました。ここで旅の準備を整えた後、2月20日に友回り100人ほどを引き連れて出立しています。ところが伊勢神宮へ参拝するという大事な目的がありながら、とにかく家久は酒を飲んでばかりなのです。まず櫛木野の近くに住む家族のもとへ赴くと、酒宴を開いて別れを惜しみました。ついで千代川のほとりにある開門へ着いた際には、酒を持ち寄った領民たちと早速大宴会を催しています。続いて新田神社の鳥居前まで来ると、今度は東郷、中郷の村人たちが数えきれないほどの食べ物を持ってきました。もちろん浴びるほど酒を飲んだといいます。さらに新田神社を参詣した家久は神前でおみきを3本ほどいただき、正宮寺へ立ち寄った際にも酒を飲んでいたとか。この後も山田有信が準備した茶やグミ崎港で立て続けに飲んでいますから、家久の酒豪ぶりがうかがえますよね。とはいえ命がけの危険な大旅行ですから、地元の人々と別れの杯を交わす気持ちもわからなくはありません。そんな家久の人間臭い一面が垣間見えるのです。気に入らないやつはぶん殴る、家久の痛快な珍道中。さて、船に乗って2月25日に肥後松橋に着いた一行は、宇土から山側を目指して歩きました。そして2月29日には暗いうちから彦山を目指しています。途中にはいくつもの関所があり、そのうち6つほどは迂回してやり過ごすも、とうとう関所にぶつかってしまいました。ここで門番が家久に難癖をつけてきたといいます。どこの誰か、どこへ行くのかなどいろいろと詮索された挙句、許可があるまで通さないと言ってくる始末。我慢していた家久はとうとう切れてしまいました。いめんどくさいやつというや、拳でぶん殴ってしまったのです。こうして一行は何事もなく通過していったとか。彦山で参詣した後、3月初旬には小倉へ到着。そこから船に乗って瀬戸内海へこぎ入れました。途中厳島神社で参拝した家久たちはそこで不思議な光景を見たといいます。それは亡くなった人々を船に乗せ対岸へ送り出している場面でした。聞けば明神様がおられる厳島に墓を作ることが禁じられていて、島民は仕方なく対岸へ死者を移すしかないのだとか。日記には悲しげに聞こえる念仏の声がこだましたと書かれています。4月13日のこと、いよいよ堺の町が目前になってきました。ところが船頭が「今の堺は治安が悪いしあらぬ噂があるから行きたくない」と渋ってしまいます。そこで旅の案内をしていた南岳坊が熊野衆や高野衆と相談した上、淡路岩屋の船を借りようという話になりました。しかし岩屋の船頭も冷たいものです。この船は板を乗せるもので、あんた方を乗せるつもりはない、他を当たれと言い放ち、さらにひどい悪口すら言ってくる始末。ついに頭にきた南岳坊の従者一干が船頭をぶん殴ってしまいました。すると家久は叱るどころか「いいぞよくやった」と褒めたたえたといいます。無事に出港した船は夜通し進んで高砂の港へ着きました。そこから明石へ進むのですが、ここでもトラブルがあったようです。明石の荒っぽい過去が一行を見るなり、田舎者がやってきたぞと悪口を言い放ったとか。家久の性格上、売られた喧嘩は買うのが流儀。つかつかと歩み寄るとまたしてもぶん殴ってしまったそうです。家久のいごっそうぶりには相手も驚いたことでしょう。家久、馬上の織田信長を目撃する。4月17日に愛宕山へ到着した一行は、そこから佐賀を経ていよいよ京都へ入りました。かねてから島津氏と親交のあった連歌師里村上派の屋敷へ着くと、別邸が逗留先として提供されています。いわば上派が旅のサポート役となったわけですね。4月21日、家久は思いがけない光景に出くわします。それは大阪本願寺攻めから戻ってきた織田信長の軍勢でした。その規模と壮麗さは目を疑うばかりで、17カ国から集められた軍勢は途切れなく続き、いずれもきらびやかな軍装は薩摩のそれとは比べ物になりません。とりわけ信長の馬回りたちは一層華麗で、永楽線をかたどったのぼりがはためき、さまざまな色の幌が目を奪います。さらに美しい鎧をまとい、馬具はいずれも高級なものばかり、馬に古費を着せているものまでいたとか。いよいよ信長がやってきますが、革で作った衣服に身をまとった信長は馬上で居眠りしていたそうです。戦いの緊張感から解かれたせいでしょうか、絶えず毅然としているイメージがある信長も、やはり一人の人間だったのかもしれません。それから1週間後、家久は美濃へ戻る織田勢を再び見物しています。島津の軍勢とは全く異なる華麗さがよほど気になったのでしょう。さて5月4日には家久は上派の案内で観光を楽しんでいます。まず秘蔵となっている弘法大師の書や小野小町の肖像画などを拝見させてもらい、ついで中元寺の女神地蔵へ参拝、そこから祇園を経て八坂神社へ参詣しました。そこで聖徳太子像を拝見するのですが、無残にも像の頭は打ち割られ、玉眼まで抜き取られていたとか。家久はなぜこんなひどいことをするのか、恐れ多いことだと日記に記しています。明智光秀との対面、そして感激する家久。5月15日、上派のいざないで坂本へやってきた家久は、織田重臣、明智光秀との対面を果たしています。坂本城へ案内されると、その見事な作りや守りの堅さに感服しきりだったとか。また光秀が城内で歓迎の宴を催したいと述べると、さすがに恐れ多いと家久は遠慮しました。すると光秀は困った顔一つせず、それなら坂本の町でもてなそうと気を利かせてくれたそうです。そんな心遣いに家久が感激しないはずがありません。まず酒宴の前に光秀や家久ら5人ほどで茶会が始まりました。ただし家久は茶の湯について不勉強だったことから左右のみを所望したとか。茶会が終わると竹が植えられた庭の一角で宴会が始まります。膳には船や鯉、早などを池作りにしたものが並び、家久は琵琶湖の幸に舌包みを打ちました。もちろん酒が進んだことは言うまでもありません。酒宴の後、風呂へ入るために船で移動した家久ですが、そこへ光秀がやってきました。共に風呂を楽しもうぞとなり、2人は風呂に入りながら酒を楽しんだそうです。ここで城波が「よもの風集まりて涼し一つ待つ」とホックを読むと、続けて光秀が「浜辺の千鳥マシルカルの子」と続けました。さ、三句目をどうぞと言われた家久ですが、教養のない彼にとってそれは無茶ぶりというもの。遠慮してそのまま風呂を出てしまったそうです。その後も家久は鞍馬寺などへ案内され、京都での滞在を大いに楽しんだといいます。とはいえいつまでも長いはできません。5月27日、いよいよ伊勢神宮へ向かうこととなり、城波とは別れの時を迎えます。城波はわざわざ五条橋まで見送りに赴き、家久に酒と弁当を持たせました。城波の比類なき心遣いに家久は感激しきりだったことでしょう。待望の伊勢神宮参拝、そして各地を巡りつつ薩摩へ。伊勢神宮へ到着したのが6月1日のこと。宮川を渡ったところで一向に近づいてきたのがネギという下級神官たちです。彼らが口々に「私が案内しましょう」「荷物を持ちます」と言っては金をせびろうとするので辟易したと家久は記しています。また秋から来たという墓主を案内して参詣したところ、帯が溶けて川に落ちてしまいました。するとネギたちは奪い取ろうと先を争うように川の中へ走っていったといいます。その姿があまりに浅ましく、家久は「なんだこいつらみっともねえな」と舌打ちしたとか。それでも伊勢神宮は神々しく、全てが清らかで満足できるものでした。無事に参拝を済ませた一行は次に奈良へ向かったといいます。東大寺へ入って大仏を見学し、かつて松永久秀の居城だった多聞山城へ入らせてもらいました。城内には楊貴妃の間という部屋があり、そこから南都の町を一望できたとか。そこから北へ向かって宇治までたどり着くと、牧島や伏見、深草などを探訪。伏見稲荷大社へも出ています。さすがに疲れて休憩しようと思い、民家で水を所望したところ、その家の主はひしゃくを奪い取って飲ませてもらえなかったそうです。こいつの態度、まるでガキのようだな。家久は舌打ちする思いだったと記しています。6月8日、城波と再会した家久は東寺へ参詣して薩摩へ戻る旅の安全を祈願しました。その際、後に東大一の茶人となる古田織部が仕事場まで案内してくれたそうです。6月10日に住吉大社へ参詣した後、ここから一行は西を目指しました。摂津と丹波の国境にあたる高平には関所があり、何でも門番が言うには治安が悪く山賊がたびたび現れるとのこと。家久は生きた心地もせず、もし襲われたらどうしようとその時の心情を綴っています。後に沖田縄手で見せた猛将ぶりはどこへやら。山賊ごときでビクビクしている様子が意外ですよね。無事に通過した一行は6月23日に出雲大社へ参詣。湯の津まで来ると温泉を楽しんだり酒宴を催したり、また出雲の人々が舞う神楽を堪能したようです。この地がよっぽど気に入ったらしく、およそ2週間ほど湯の津で過ごしています。そして7月10日、九州へ渡る船に乗り込んだ一行は日本海を西へ進みました。さすがに海は荒れていたようで、家久は船酔いしているのか、それとも酒に酔っているのかわからないほどだったとか。7月12日、船は無事に平戸へ到着。翌日になると家久は当時でも珍しかった虎の子供たちを目にしています。これは文後の大友宗麟へ献上される虎で、南蛮貿易で距離を得ていた大友氏の威勢を表すエピソードでしょう。平戸にしばらく滞在していた家久ですが、不問寺という寺院でたまたま松浦高信と出会いました。高信は平戸の領主で松浦水軍の棟梁。かねてから家久と親交があったようです。一緒に酒でも飲まんか。高信はしつこく誘いますが、所用があったのか家久は固辞しました。しかし高信の弟までやってきて誘うものだから断りきれなかったようです。高信の館でどんちゃん騒ぎに及び、浴びるほど酒を飲んだといいます。7月18日に松浦の船へ乗り込んだ一行は、長崎沖から天草を経て7月20日に薩摩へ到着しました。無事の帰還を祝って人々がもてなしの酒宴を催し、家久はまたしても酒浸りになったそうです。この旅行記を読み進めていくと、家久のリアルな人物像が垣間見えるようです。度重なるトラブルに遭いつつもうまく乗り切り、さまざまな人たちと親交を深めていく様は、まるで歴史小説を読んでいるかのよう。また家久は裏表のない正直な性格だったからこそ、出会った人々から愛されたのでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの群馬の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。